Now, Final Fantasy 16 is ripe with a unique combat system, so here today to tell me more is Ryota Suzuki, the combat director for Final Fantasy 16. Hello. Thank you for joining me today. Now, first of all, I want to say congratulations. You know, we've all been looking forward to playing Final Fantasy 16. I'm curious, what does this franchise mean to you, and what drew you in to work on it? まず僕にとってのファイナルファンタジーは、まあ、RPG の、魅力を知るきっかけになった思い出のタイトルです。あと、その今回ファイナルファンタジー16に携わるきっかけっていうところが、まあ、元々以前までカプコンという会社で20年間アクションゲームを専門に、開発に携わってました。で、まあ、ちょうど38ぐらいのタイミングで新しいキャリアは今後どうやっていこうって思った時に、まあ、今まで自分が培ってきたアクションゲームのノウハウを最大限活かせる新しい環境で挑戦したいなと思った時に、まあ、吉田プロデューサーと知り合うきっかけになって、まあ、その時に吉田さんの方からぜひうちに来てアクションゲームを作ってほしいっていうところがきっかけで今回ファイナルファンタジー16に携わることになりました。Now, I know this project differs from your history, and it's got to be a unique project because not only did you design for combat with Clive and his party, but also the absolutely gargantuan icons. You had to design systems for their battles as well, no two which are alike. How did you implement that process? Final Fantasy 16 のバトルのテーマとして召喚獣バトルっていうのがまずテーマとしてあります。で、召喚獣バトルっていうのをテーマに据えつつ、まあ、アクション RPG っていうところでクライブを操作するパートに関してはそのアクション RPG としての成長要素だったりとかあと、武器新しい武器を、クラフトで作るレベルを上げるで新しいアビリティを覚えるとかっていうところをビルドしてクライブと、エネミーとのバトルを構成しました。でそこに関しては基本的に、レベリングだったりとかあと敵との戦闘の中でのそのやりごたえ駆け引きっていうところを、アクションとしての醍醐味っていうところをクライブパートでは詰め込みました。で逆に召喚獣バトルっていうところで言いますとイフリートだったりとかガルーダのぶつかり合いここに関してはどちらかというとアクションゲームのやりごたえだったりとかそういうところよりかはどちらかというと一つの思い出に残るユーザーの記憶に残る、バトルコンテンツっていうのを提供してあげたいなのでそこの召喚獣同士のバトルでは細かい駆け引きとかっていうのはそこまでプライオリティは上げずそのジェットコースターのように目まぐるしく展開が変わっていくこのモンスター同士のぶつかり合いっていうところをシナリオを通して体験してそれを楽しんでほしいっていうプロセスでテーマでアクションを構成しました。Now, as we talk about player experiences, both fans and the press alike have been super happy with the accessibility in the game. I'm curious, how is accessibility, mainly the timely accessories, a part of your core design philosophy? まあ、今回、Final Fantasy 16 の、バトルを作る上で、まあ、リアルタイム性の高い、まあ、フルアクションっていうところで、ターゲットとするファイナルファンタジー16がターゲットとするお客さんっていうところを見据えた上でバトルをデザインするとなった場合アクションが苦手な人でもしっかりアクションを楽しめるゲームであることあともう一つがアクションが得意な、ヘビーユーザーの方でもやりごたえの感じる奥深さのあるアクションゲームであることこれを、今回実現する幅広い層にアクションを楽しんでもらうっていうところを、まずアクションを作る前の、第一コンセプトで弾いてました。で、
その中で、アクションが苦手な人って、どういったところがアクションゲームが苦手な人はどういったところが具体的に、苦手に感じるのかっていうところを一個一個、分析して、その分析したものに対する解消策っていうのをシステムであったりとかアクセサリーだったりとかっていうところで、アクションが苦手な人でもちゃんとアクションが楽しめるようなバトルデザインっていうのをまず構築する。あともう一つは、アクションゲームが大好きで、アクションに対する奥深さっていうところをちゃんと、ゲームを通して体験できるだけの、やり込み要素だったりとか、あとアビリティの性能だったりとかっていうのもアクションヘビーユーザー向けのアビリティと、アクションが苦手な人向けのアビリティとかっていうラインナップを広く持つことによって、より多くのゲーマーの皆さんにファイナルファンタジー16をプレイしていただきたいなというところに関しては、もうかなり、プライオリティとしては高い位置に置いてコンバットをデザインしました。So if I could have you talk about battle sequencing and storytelling and how those two are combined. For instance, with Clive's progression through the game, does his battle style change? And does that change an animation style? まず、シナリオを通して、まあ、クライブが、少年期から青年期っていうところに対して、まあ、ゲームを通してクライブがやっぱ成長していく。それは剣術としての成長と、一人のクライブっていう少年が一人の大人として成長していくっていう、成長も合わせて、まあ、物語として、まあ、描いていくんですけど、まあ、それに対して、例えば、クライブの戦い方っていうのも、子どもの時の戦い方、大人の時のクライブの戦い方っていうのはやっぱり、剣術師として成熟してないクライブと、青年期壮年期で剣術師として、達人になったクライブとではやっぱり、その剣の切り方一つとっても、その剣の扱い方っていうところに対して、まだ未熟っていうのと達人っていうところだったり、やっぱりアニメーションも変えるべきであるっていうのが、まあ、僕の考えで、で少年期を遊んだ時に関してはあえてちょっと、まだ達人に達してないっていうようなニュアンスが感じられるアニメーションで構成してたりっていうような形で、少年期と青年期では結構そのアニメーションだったりとか分けてます。 Now, finally, I can't have you sitting here in front of me without asking about Torgo, Clive's trusty battle companion, his partner. What was your philosophy when designing Torgo, and how did you make him more than just an auxiliary character? まずやっぱりクライブにとってトルガラやっぱり特別な存在で、やっぱり、パーティーを組む中でもやっぱり大事な相棒で、一緒に最も共にする時間がゲーム中では長い味方なので、やっぱり、シナリオを通してクライブのパーティーに入ってくれる、ジルだったりとかシドとはちょっと違った位置づけにしようっていうのがありました。でその中で、一緒に戦ってくれる味方っていうだけじゃなく、共にこうクライブの戦闘の中にも一緒に戦ってる感っていうのをより体感しやすいように、意図的にトルガにだけ特別にトルガル命令っていうシステムを入れてます。で、まあ、要するに、トルガルにガンガン戦えだったりとか、今は引けだったりとかっていう命令、戦う上での、戦闘方針とかっていうのを
立てることも一応できるんですけど、正直、まあ、プレイヤーの体力減ってきたら自動で回復するよねだったりとか、敵がダウンして攻撃チャンスだったらラッシュをかける、この辺って正直命令しなくても、あのトルガルの AI アルゴリズムの方で自動的に判定を取ってユーザーが嬉しいっていうことをやってくれるっていうのは、それは戦闘方針なんか立てなくても自動でやってくださいっていうのが、まあ僕の考え方なんですよね。で、僕の方でやりたかったのが、クライブが戦ってるところにトルガルに命令を、攻撃命令をする。で、その攻撃命令をしたトルガルはクライブが狙ってる敵に対して追撃を行ってくれる。要するにクライブとトルガルで敵っていうところでのこの、戦術、クライブが攻めて、クライブが攻めれないときにトルガルに攻めてもらうっていう、この連携のバトルをゲームの中で構築した方がよりバトルとしては面白く、そして魅力的に見えるような形になるんじゃないのかっていうところがまず大きくありました。それがあの今回のトルガルのバトルを構成する上での、基本思想ではあります。Wonderful. Well, thank you so much, Suzuki-san, for joining us today. Congratulations on launch. I cannot wait to dive in the systems of Final Fantasy 16. Thank you. ありがとうございます。